こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、プランスゴールドアビトラージ PGA っていうのについてコメントを求められましたんで、ちょっと喋ってみようかなと思うんですけども、私このね、PGA っていうのを本当1週間前まで知らなかったんですよ。で、なんでもね、昨日飛んだらしいですね。この飛んだことについて話されても、話せと言われても困るんですけども、まあ、アビトラージを知っていれば、これは全く意に介する必要がない、プログラムだなってことがわかると思うんですよ。アビトラージっていうのは、まあもう、いちいちここで私がね、説明するまでもないんですけども、取引所とか、まあその、差をですね、差を抜いて、それを高速で繰り返していくってことですけども、出来高がありませんので、そんなに暗号通貨はね。これで、何がしかの利益が生まれるって考えちゃうのが、もうまずは最初の間違いかなと思いますし、これ誰かがやっぱりね、紹介して広がっていったと思うんですけども、紹介する人もアビトラージを理解してなかったんだろうな、っていうふうに思うんですよ。まあ誰が紹介したのか私わかりませんけども、まあ、このアビトラージっていうのはね、こんなものではないんですよね。まあドル円の FX をやってると、本当によく感じるんですけども、その暗号通貨でアビトラージがあんな小さい市場でできるぐらいだったら、私はもう、ドル円、ポンド、あの辺でアビトラージがね、もう、できてなきゃおかしいんですけども、結局、できてないんですよ。まあだからね、これ、やっぱりビジネスを積み上げてる人じゃないと、見抜けないですね、こういうのが。ですんで、もしね、たくさん紹介された方がいるとしたら、もしかしたらその方も、ちょっとこういうビジネスには弱いかったのかもしれませんし、まあ、他の考え方としては、その PGA ってものはともかくね、紹介することによる紹介報酬を目当てにやっていたのかもしれないですね。確かにこれね、こういった、商品を広めていくことで得られる紹介報酬ってのは結構大きいと思うんですよ。で、やっぱりね、紹介報酬目当てに商品を拡散していくっていうのは、まあ、そういうふうに割り切ればありえない話じゃないと思うんですよね。まあだから、紹介が得意な人はこれで儲けることはできると思いますし、紹介を出すつもりがない方は自己資金をかなり多く突っ込まないと、この利益の目算が立たないんで、かなりリスクをね、被るようなことになってしまうと思いますけども、いずれにしてもビジネスをきちんと理解していたりとか、投資ではないと思いますけども、投資ができる人だったら、高いリスクで少しのリザヤっていうのを繰り返していって、で、半年とか1年で元を取るみたいな考えにはならないと思うんですよね。で、この PGA っていうのが、どのくらいの利回りだったのか私はわかりません。はっきり言ってね、調べる気にもならないんですけども、ちょっと画面切り替えてみましょうか。これでしょ？最低取引の専門家、収益の高い取引のみって書いてますけども、要するにこのコピーが、最初から、ないわけなんですよ。で、こういうふうに活字で書かれてるとね、そんな気がするし、サイトがかっこいいんですけども、これ、ビットリージョンの、なんか似てますね、ビットリージョンの、そのフォーマットに。3つの最大の取引所運営って書いてあって、ビットレックスとバイナンスとフオビでしょ？この3つがここに表示されてることによって、バイナンスとかフオビとか、ビットレックスの信用を借りることができるんですよ。この3つが書いてあると、なんかね、この3つも関わってそうな気がするし、大手の取引所がこう噛んでるんだったらいいんじゃないかなって気がしますけども、これ勝手に関わってるだけですから、この取引所が何かしらのね、許可を出したりとか提携っていう話じゃないと思いますんでね、そこに書いてあるだけですよね。で、サイトの作り方すごく上手なんで、このデザインに、まあ信用しちゃう人もいるでしょうね、きっとね。ただ、この24時間で2万以上のポジティブトレードって書いてますけども、それによって生まれる利益がこんなに大きくなるわけはないっていうのは、別に細かい計算しなくても出るんですよね。そもそもそのアビトラージやりすぎたら取引所の価格差なくなっちゃうんで、アビトラージできなくなっちゃうっていうね、そういう立て付けですよ、アビトラージっていうのは。まあ、私の、ね、認識が違うのかもしれませんけども、ただね、このプランスゴールドアビトラージがいけると思った人は、要するに資産を失ってるわけでしょ？で、これはダメだと思った人が資産を失わなかったわけでしょ？
あげくこういう情報がもうもはや届かないですね、私のところには。うん、こういうわけのわかんない情報とかもうすでに届かなくなっちゃったのかなと思いますね。私は拡散力があるし、紹介をさせようと思ったら、私のところに真っ先に持ってくるような案件だと思いますけども、私が入り口でね、いや、紹介報酬欲しさにこんなの紹介しませんよっていうふうな放送をずっとしてますんで、もう持ってくる人いないんですよね。逆に私のところに持ってくるものっていうのは、まあ、割と裏付けが取れているものとか、それからリスクをきちんと把握できるもの、簡単に分かりそうなものとか、少なくともアービトラージって、多くの人にとってはどうやってね、裏付け取ればいいのか分かんないし、裏付けを取りようがない人が紹介も起こせちゃうし、まあ非常に疑方な商品だと思いますよね。うん、これまさに飛んだ後だから余計にね、そういう先入観で私こうやって話すところもあると思いますけども、まあこのサイトを見て信用できるところは一個もないなと思いますね。うん、これ何なんでしょうね。センチュリオンクラブっていうのもなんかね、引っかかりそうなキーワードですよね。センチュリオンね。船が映っていたりとか。いやー、これね、結局金持ちブランディングなんですよ。高級車があって、ね、ジェット機がいて、クルーザーがいてね。これ、お気の毒ですよね。でもこれにかかっちゃうと。クライアントポータル。リクエスト完了できませんでした。ああ、なるほどね。まあ、今、サイトをいろいろいじってるんですけども、ちょっとね、もうすでにこういった案件が私のところに届かなくなってきたかなっていうところですね。まあ、なんと言いますか、お気の毒というか、なるほどね。まあ、いろいろと、判断はあると思いますんで、これからどうなるのか、まあどうにもならないと思いますけども、私からのコメントは以上ですね。非常に寂しいコメントになって申し訳ないですけどね。じゃあ以上です。失礼します。